今日のテーマはあるある間違いなんですけども、まあ普段レッスンを行っていて、皆さんがよく間違えるポイントとかそういうものについてお話しできればと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。まあ大きく今日はね、3つご紹介しようかなと思っています。で、1つ目はまずアクセント。アクセント、はい。皆さん、自然な日本語を話したいんです。という目標を持って来られます。で、自然な日本語ってアクセントが正しいだけではないんですね。リズムもそうですし、吐くと言われるものも、とか、例えば、言ったとか、知ったのように小さい促音の、言葉の表現とか、いろいろあるんですけれども、特にその中のアクセントで、皆さん、例えば、するという単語、言葉、動詞、使いますよね。する。何々する。これを本当に皆さん、するって言います。これは皆さん、本当に多いです。音読をしていても、何々する人、何々することっていうふうに、するっていうふうに発音をする人が多い。とても多い。これはなんでですかね？そういうふうに習うんですか？すごく気になります。皆さん、一回、そういう道を通ってきますか？なぜか分かりませんけど、初めからそんなふうに発音してしまいました。例えば、勉強するとか、学習するとか、いつもするって言ってしまいましたので、もう慣れて、最近はするって、なんかよく気をつけて発音しているけれども、まだまだたくさん、なんか気使癖づいてますよね。癖になって気づかない時がたくさんあります。